リベンジはイギリス海軍の戦艦、リベンジ級の一番艦、同盟艦としては九代目である。本艦は1913年に帰港、第一次世界大戦中の1915年に浸水し、1916年のユトランド沖海戦の直前に収益した。同海戦には本国艦隊の主力である第一戦隊の二番艦として参加し、 同戦隊機関のマールバラが魚雷を受けて損傷した。あとは代わりに機関を務めた。およそ1時間半交戦し、独順洋戦艦レアフリンガーに7発、フォン、デアタンに1発の命中弾を与えた。時間には特に被害は受けなかった。同年11月には全艦隊の副機関となり、マッテン海軍大将が座上した。1919年にスカパフローに抑留された。 ドイツ艦隊が自沈した後、自沈命令を発した、ルートビヒフォンドイター提督は、フリーマントル中将の機関であるリベンジに呼び出されて、海軍の名誉を傷つけたとして非難された。ロイター提督は、非難に対して、英海軍のどの提督であっても私と同じ立場に置かれたら、同じように行動するでしょうと応じた。結局、ロイター提督自身は罪に問われなかった。 1920年1月には第一戦隊の一艦として地中海に出動し、ギリシャ軍を支援した後、ロシア革命を監視するため7月までとどまった。1922年にはラミリーズ、ロイヤル、サブリン、レゾリューションらと共に再び地中海に出動し、翌年までとどまった。1928年には修理のためドック入りし、 翌年3月修理を終えると地中海艦隊に加わった。1935年7月16日には、ジョージ5世の即位25周年記念式典の観艦式に参加した。第二次大戦時のリベンジ。1936年に再び修理に入り、翌年修理を終えると、本国艦隊の第二戦隊に加わった。第二次世界大戦では、 当初主に戦乱護衛に従事し、1942年には日本艦隊に対抗してインド洋に派遣されたが、コンディション不良のため1943年10月には予備に回された。1944年にはその手砲神は、ノルマンディで艦砲射撃に従事するラミリーズ及びウォースパイトなどの方の予備とするために取り外され、戦隊は練習艦として使用された。 1948年3月8日に廃棄処分が決まり、数ヶ月後に解体業者に引き渡された。ありがとうございます。